カチャンネル。通信元は、輝きを手に？繋いで。なんなのここ、コーラプスストームの予兆とかなかったのに。アンドリスと美容家が羨ましい。臨時拠点にこもってるだけで先見調査もやらなくていいんだから。レッドエリアの近くで気象予報を知りたがるあんたの方がよっぽどどうかしてるわね。はいはい。木箱が飛んでいったように見えたけど、やっぱりバイクを建物の中に入れて正解だったよ。せっかくの装備が風に飛ばされたら困るしね。私は逆に吹き飛ばされてほしいけどね、あんなゴミ。分かってないな、来る回は。今まで調査した集落の設備と比べたらお宝レベルの優れものなんだから。それこそ集落の子供たちも羨ましがるくらいに。パラデウスのことを尋ねに行かせたのに子供と遊んでたの。まあそんな怖い顔しないでよ。聞き込みはちゃんとしたよ。でもみんな何も知らないんだもん。あそこの集落の人たち、パラデウスはおろか、レイトみたいな人形も見たことないんだって。リバの言ってた、まだ活動してるって話、本当かな？それがわかれば、こんな任務に就く必要もなかったでしょ？聞いてみただけなのに。にしてもパラデウスの残党は殲滅したって話だったのに、なんでまた。疲れないのかな。そんなに仕事熱心なら404に来てほしいよね。銃を撃つのには変わりないんだし。ほら、立ちなさい。任務中は警戒態勢を解かないこと。忘れたの？もう、どうせ忙しくなるんだし、休める時に休んだ方がいいじゃんか。パラデウス絡みの任務って、やたらと難しいくせに、大抵ろくな目に合わないし。あ、違うか。絶対ろくな目に遭わないんだった。こんな無駄骨な依頼引き受けるなんて、リバも何考えてるんだろう。拠点でじっとしてた方がまだマシなのに。彼女が何を考えようと、私たちは任務を遂行するだけよ。別にサボってるんじゃないよ。外の嵐は止む気配ないし、ここで隠れる以外にやれることないじゃん。来る回も少しは楽にしなって。ここに来るまで、パラデウスどころか、バリャーグも賞金ハンターもほとんどいなかったし。これで生き袋がいなかったら、めっちゃ治安良好じゃない？だから怪しいのよ。
今のうちに今後の計画を立てるべきね。もしかしたら今回はこれまで以上に厳しい状況が待ち構えてるかもしれない。頻発するコーラプスストームに基準値を明らかに上回る放射線量、ここの環境リバの情報よりはるかにひどいわ。だから大丈夫、なんとかなる。最後の一体も識別マークなしか。唯一の製造番号は鉄血構造がまだ稼働してた頃に与えられたものだわ。ミュシティ、そっちはどう？こっちも似たようなもん。でも今まで見た鉄血の機械ともなんか違うよね。ええ、ところどころ改造された形跡もあるわ。まあよくあることだけど、今時はどこの PMC もこういうのばっかり。少しくらい改造してたって不思議じゃないわ。通信機越しだからって怠けないでちょうだい。機体の他に何か気になる点は？なんて言ったらいいんだろう。少し前までここに人がいたっぽい。バルブに最近使われた跡があるし、地面には電線とケーブルが散らばってる。相当急いでたみたいだね。誰なんだろう。大方ここへ避難しに来た賞金ハンターかバリアーガあたりでしょ。ってことはさっき襲ってきた機械もそいつらの？こんな息袋がのさばるような危険エリアに兵器を置いていくなんて、誰だろうと自殺行為を。いいわ、先に戻ってて。拠点には私から連絡するから。やっと休める。
嵐の中は電波が悪すぎる。まだアンドリスたちと連絡がつかないの？だからみんなで行こうって言ったのに。クルカイが先見調査だなんて言い出すから。一緒に動いて不意をつかれて襲われて、ここで全員仲良く遭難してた方がいいっていうの？臨時拠点のソファーが恋しいよ。はあ、今頃二人とも座って休憩してんだろうな。彼女たちだって楽をしてるわけじゃないわ。デールがアンドリスのために組んだプログラムと外付け装備はどれもまだテスト段階。臨時拠点で調整するのは当たり前でしょ。あんたみたいなサボり魔と一緒にしないで。いいじゃん、サボったって。ソファーはないけど、あたしにはこれがあるもんね。どこに置いたっけ。戦いは進歩しない割に寝具は充実する一方ね。でしょでしょ。アンドリスと美容家が一緒に選んでくれたんだよ。快適さとコスパは文句なしだし、まさに戦場にうってつけなんだ。普段はこういう風に収納して、使う時はこう。快適お手軽、あなたの旅のベストパートナー。広告の歌い文句だよ。試してみる？そうね。息袋と仲良くおねんねしたくなかったら、そんなもの捨てて銃を構えなさい。続けて。コーラプスストームが弱まった。クルカイお姉ちゃん、久しぶり。まだ半日しか経ってないわよ。正確には5時間だけど。アンドリス、頼んでおいた情報は？闇ブローカーとブリーフとデータベースから詳細を調べてみたよ。残念ながらパスセンスに関する記録はなかったけど。続けて。環境データについてはリバの情報とはかなり違ってた。特にここ半年から一年の間は環境汚染が大きく進んでいて、他のレッドエリア周辺よりもコーラップスを放射線量が。ブリーフの記録によれば、この地域に入った賞金ハンターが次々と失踪してるせいで、なかなか情報が入ってこないみたい。ドレンの浄化作業執行部門もこれが原因でデータ更新が遅れてるんだと思う。ええ、私たちの調査結果と類似するわ。それと私とミシティが武装した不明勢力に襲われて。襲われた？どういう意味？あ、いや、そのお姉ちゃんの実力を疑ってるんじゃなくて、
頼りがいがなくて悪かったな。まあまあ、美容家もクルカイ隊長が心配なだけだから。大きなお世話よ。今回の襲撃が404を狙ったものかはわからないけど、この依頼予想以上に困難な気がするわ。アンドリス、集めた情報を転送して。はい、クルカイ隊長。それと、今座標を送ったけど確認できる？二人とも準備して、そこで合流するわよ。この辺かなり電波が悪いから、通信を維持できるようデールに何とかさせて。うん、分かった。デールは今追加装備の調整中だから、終わったらお願いしに行くね。隊長とミシュティも気をつけて。あの役立たずなら今は壊れた空気枕に夢中よ。まあいいか。今度ミスティが余計なものを買おうとしたら絶対に止めなさいよ。特にあんた、アンドリス。今度から気をつける。本当に反省してるのかしら。それじゃあ切るわ。もたもたしてないで、嵐が止んでるうちに出発するのよ。いいわね？慌てないで、もう一度データをチェックしなきゃ。人口動態調査報告に、ここ10年の地図データ、近隣地域の生き袋およびブージャムの目撃証言と、あとは。アンドリス、いくら容量があるからって全部のデータを持っていく必要はないだろう。お前と美容家には受信増幅装置をつけといた。ちょっとやそっとで通信が途切れることはない。必要ならオンライン上で転送すればいいぜ。クルカイ隊長が通信状況について念押ししてたからちょっと心配で。イエローエリアだぞ。おまけにコラプスストームも頻発してる。通信が安定しないのはよくあることだ。心配するな。うん、そうだといいけど。でも隊長の言ってた襲撃の件がどうしても気になるの。確かにな。そうだ、アンドリス、あれを持って行ったらどうだ。あれ？ああ、さっき調整し終えた外付け装備のこと？その通り。火力プログラムの調整も済んだし、そろそろ実践段階に移すべきだろう。これがあれば火力と精度が大きく上昇するはずだ。あくまで試作品だから燃費もロード時間も理想には程遠いけど、ミシティの素体のバッテリーから予備電力を借りとけよ。それとこいつ相当重いんだよな。まあでも車のトランクにはなんとか収まるだろう。どうせバイクを乗せるトレーラー引いていくんだし、他の物資もトレーナーに積んどけばスペースは確保できる。うん、分かった。じゃあお願いね。ああ、ちょっと待ってろ、すぐに乗っけとくから。ああ、そういえばミシティに新しい安眠セットを持っていかないと。美容家、倉庫から取ってきてくれる？なんでよ。隊長はこれ以上買うなって言っただけでしょ。これはもう買っちゃったからね。うわ、アンドリスがミシティの影響でグレちゃってる。仕方ないな、取ってきてあげるから急いで準備してよね。はいはい。デールもだよ。分かってるよ。アンドリス、車スタッフがチェックし終えた。このデータさえ転送すれば出発できる。
ねえアンドリス、確かにお姉ちゃんには早く会いたいよ。でもそんなに飛ばさなくても、もうちょっとスピード落として。ん？早すぎちゃった？普段はのんきなくせに、なんでこんなに運転荒いのよ。イエローエリアだもん。衛星都市やホワイトエリアよりも走りやすいから、私でも簡単に操縦できちゃうの。ほら、こんな風に。のんびり運転できて楽しいな。そうなんだ。敵がいる。気をつけて。送ってもらった戦闘記録を見るに、私たちを襲った機械と似たような改造が施されているわけ。これだけ人気のない場所だもの、所属不明の同一勢力と見て間違いないわ。隊長、それって？ええ、偶然にしてはできすぎよ。これは明らかに組織的な襲撃。でもどうして私たちを狙うの？まさか。断言はできないわ。もしかしたら攻撃対象は404に限らないのかもしれない。ここ1ヶ月で賞金ハンターが何人も失踪してたわよね。つまりそれらは環境から来る事故ではなかったと。これも推測に過ぎないけどね。でもよくもすでに越したことは。あとでから、あら、どうしたんだろう。こっちの信号は問題なさそうなのに。隊長の方で何かあったみたい。またコーラプスストームが強まったのかも。え、お姉ちゃんが危ないってこと？どうしよう。とりあえず今は計画通りに行動するのが無難かな。遠隔で通信障害を解決できるかどうか、デールに聞いてみてもらえる？わかった、すぐに連絡する。アンドリス？聞こえてる？応答せよ、応答せよ。無駄だってば。また信号が途切れたんだよ。何なのよこのゴミは。あの闇ブローカーども、短期レンタルは月額の数倍、月額は年額の数倍せびるくせに、いい加減なネットワークよこしやがって。金はもらうが仕事はしない。相当なベテランだよね。うん、羨ましい。任務が終わったら改めてクレームしに行ってやろうじゃない。うわ、顔怖っ。お、見て、ストレス発散にちょうどいい相手が来たよ。前と同じタイプの機械だけど、今度はすごい数。面倒ね。あんたも解説者気取ってないで降りてきて戦いなさい。ねえ、全部片付けるの？さすがに多勢に無勢じゃない？高機動と遠距離ユニットを優先的に撃破して隙を見て撤退するわよ。美容家たちと合流するまで深入りはしないで。う、余計めんどくさいよ。
不明な機械どもに追撃されたせいで予定ルートから大きく外れたわ。嵐は収まらない。信号も途絶えたまま、位置情報すら取得できない。つまり道に迷ったってこと？やっぱりパラデウスが絡むとろくな目に合わない。てか今回やけに信号悪すぎない？前にイエローエリアでコーラップスストームに会った時はここまでひどくなかったのに。敵はいないんじゃなかったの？レーダーが反応しなかったんだもん。偵察型人形じゃあるまいし、探査できる距離なんかほんのちょっとなのに。それに待ち伏せしてたなんて誰が予想。
ミスティ、シースファイア。え、なんで？早く。こちらを6冊と次学習国連盟汚染区域整備と再建推進所新ソ連大気環境浄化事業所属第7環境調査隊3762小隊のディミトリー総長である。無駄な抵抗はやめろ。繰り返す。こちらを6冊と次学習国連盟汚染区域整備と再建推進所新ソ連大気環境浄化事業所属第7環境調査隊3762小隊のディミトリー総長である。無駄な抵抗はやめろ。了解。こちらはすでに攻撃を中止。攻撃を仕掛けた理由を説明せよ。場合によっては軍正規部隊への敵意を持った襲撃とみなす。こちらに敵意はありません。お前らの鉛玉はそうは言ってないぞ。それについては説明できます。互いの誠意を示す意味で10分後本戦場中央で話し合いを行っては、こちらはいかなる武器も携行しません。いいだろう。だが妙な真似はするなよ。なんでロレンの人が。やばいよ、あの男の人かなり怒ってたよ。話し合いには私が行くから、あんたは後ろで警戒してて、必要とあらばプラン B に切り替えるわ。あ、プラン B？ 待って、まさかこんな時に制御スイッチ使う気。ロレンとやり合ったっていいことないのに。敵か味方かわからない以上、リスク回避のためにも警戒はすべきよ。もちろん可能な限り衝突は避けるわ。わかった。誤解が解けるといいけど、ほんとあいつら面倒くさいから。人形をよこすとは舐めてやがる。お前のふぬけた飼い主を呼んでこい。ハイド404は人形による自立武装小隊です。現在は非軍事勢力管理局に協力し、イエローエリアで違法 PMC の調査を行っています。404？ なんだそりゃ。聞いたこともね。非軍事勢力管理局がお前らを雇ったってのか。私たちは表向きには存在しない人形です。無理もありません。そろそろ本題に入っても。いいぜ、本題に入ろう。相変わらず窮屈な防護服だぜ。非軍事勢力管理局の人形ね。それにしちゃ戦場のマナーがなってねえな。素性も確認せずに攻撃しろって奴らに教わったのか。こちらは今まで所属不明の武装勢力から連続して襲撃を受けました。そちら側の偵察用機械兵器にはロレンの識別マークがありません。こちらの攻撃はあくまで自衛です。おい、頭がショートしちまったのか。所属不明の武装勢力なんざこっちは見てないぞ。信じるかどうかは自由です。遭遇しなかったからといって存在しないとは限りません。それに先に攻撃してきたのはそちらのドローンです。私たちはやむを得ず迎撃したまで。ドローンはプログラム通りにしか動けないが、お前らもそうだったとはな。
おっと忘れてたぜ。人形ってのはアルゴリズムなしに動けないんだったな。命令に従うだけのガラクタだ。お前の発言については上層部に報告して調査を要請する。だが念のためそっちの任務内容と隊の規模を具体的に教えろ。具体的な任務内容は非軍事勢力管理局との守秘義務に関わるためアクセス権をご提示願います。人数は先ほど申し上げた通り人形2名のみです。2人だけ？ふざけるなよ。あの火力じゃ少なくとも10人はいるはずだ。404小隊は全て戦術人形による編成です。火力にせよ戦場における状況把握力にせよ超常列車に勤めるあなた方の常識とは異なります。なぜそれを？ずさんな編成の機械兵器部隊、いい加減な改造、老朽化した設備、大方バリャーグか闇ブローか賞金ハンターあたりから巻き上げたものでしょ。数少ない状態のいい装備に至っては環境調査隊への変更も間に合わず超常列車路線防衛軍のまま、おそらくあなた方は臨時出向させられたアルバイトのようなものでしょう。ああ忘れるところでした。超常列車を守っているのは古びた機械で編成された正規部隊でしたね。発言に気をつけろ。お前みたいなガラクタに何がわかる。説明は以上です。では待て。何か？仮にお前らが管理局のものだったとしてこっちの損失はどうしてくれんだ？こちらも同様に貴重な物資を消耗しました。この件は双方に責任があります。言い逃れする気か？いいえ。だったら弁償しろよ。こいつらの装備はな、全部俺が苦労して手に入れたもんなんだよ。お前みたいなガラクタには分からんだろうがな、こっちら大陸間列車の敷設に向けた環境調査っつう大役を任されてんだ。管理局だからって容赦はしねえ。こちらに弁償の義務があるとは思えません。そっちがその気ならこっちにも考えがある。だがよく考えることだ。仮に俺たちが臨時部隊だったとしても正規編成であることに変わりはない。お前らクズ人形と我々どっちの言い分が通るかな。こっちは30人以上いるんだぜ。お前らが口で勝てるとは思えねえな。外と連絡が取れるんですか？当たり前だ。このことを上が知ったら大騒ぎになるぞ。分かったらとっとと金を出せ。こっちは次の集落に用事があるんだ。お金の代わりにそちらの作戦に協力するというのはどうでしょう。この劣悪な環境はあなた方の手に余るはずです。404の戦闘力は見ての通り。何が目的だ？目的などありません。ただ現地部隊との不必要な衝突は避けろと言われていますので。交渉成立だ。だが余計な真似はするな。おとなしく命令に従え。いいな。エリア通信チャンネルは一人と丸三二だ。設定しておけ。この辺はジャミングを受けやすい。本体とは2キロ以上離れるな。無駄口が少ないといいけど
安心しろ、お前らには聞く権限すらない。そもそも内部通信は暗号化されてる。クズ人形にはそんなこともわからないのか。チッ、ガラクタどもが。ラリング、戻って連中に伝えておけ。巡回人員を3割減らし、危険があればあのテスクズどもに対処させろとな。本当にあの人形どもを連れていくのか、ディミー。言うことを聞かなかったらどうする。順位に奴らの素性を調べてもらう。お前たちも気をつけろ。奴らとは距離を保て。いずれにせよ盾になる人形が増えるのは歓迎だからな。しかしあの強さだぞ。もし裏切れば。何弱気になってやがる。30対2で負ける道理があるか。先ほどの戦闘もこっちの方が優勢なのが分からなかったの。それと俺のことは総長と呼べ。何度注意すれば気が済む。ごめん、つい癖で。何が癖だ。お前とは長い付き合いだが規律は守れ。また新兵どもに贔屓してると勘違いされるだろう。総長。それでいい。戻って行軍を再開させろ。予定よりかなり遅れてる。日が暮れる前に進めるだけ進め。パラデウスを探してたかと思えば、今度はロレン調査隊の手伝い。仕事が増える一方だよ。ねえ、来るかい。404だって経費には困ってないじゃん。金くらい渡せばいいのに。理不尽な要求を許せば藤虫どもを増長させるだけよ。でもあいつらに協力したって何のためにも。少なくとも方角はわかるわ。え？位置情報のこと？でもあいつらが向かってる集落、私たちの目的地とは違うよ。あんたは歩きたての子供？よちよち歩きしかできないの？コーラプスストームは収まったのに、私たちの通信は一向に回復しない。でも調査隊は外部と連絡が取れる様子だった。つまり闇ブローカーの基地局が破壊された可能性が高い。調査隊と集落に向かえばそこのネットワークを使ってアンドリスたちと連絡が取れるでしょ。理解した？なるほど。でもさ、一度に一歩しか進めないのは子供だけじゃないよ。チェスのキングだって一度に一マスしか動けないけど超強いじゃん。こちら404小隊隊長、戦術人形クルカイ。何か？ディミトリー総長からこと付けだ。現在の速度を維持したまま進路を二次方向へ変更せよ。その方向ではルートから大きく外れます。それに黙れ。鉄くずに何がわかる。さっさと言う通りにしろ。命令に従えと言ったのを忘れたか。了解。何すんのさ。進路変更。はい。北西に
小型生き袋の群れを発見。数は5から10。本体との接触までおよそあと5分。接触すると分かってるなら排除しろ。くだらんことでいちいち連絡するな。無駄口叩くだけのスピーカーか、お前らは。命令に従えと言ったのはそちらです。私たちは言われた通り命令を待つだけ。一匹残らずぶっ殺せ。以上。仕事よ、降りなさい。到着しておきながら高みの見物とは。ロレンの軍人は随分と勇敢なんですね。この程度で応援が必要ってんなら、グリーンエリアで窓拭きでもした方がマシだな、お前らは。まあまあ、確かに大した数じゃなかったし。当たり前だろ、総長が選ぶルートはいつだって一番安全だからな。生き袋やバリアーグが相手でも総長がいれば俺たちは負け知らずなんだぜ。ディミトリー総長、以前の所属は？ああ、頂上列車を警備していただけの人間にそんな経験や勘があるとは思えません。現在の進駐軍には新ソ連軍から編入した者がいると聞きますし。それを聞いてどうする。余計な詮索はするな。お前こっちに来い。はあ、やっと行った。また喧嘩にならなくてよかったよ。あのおじさんもさ、なんか私たち嫌ってるよね。間違って撃ったからってここまで根に持つ？気をつけなさい。え？おかしいと思わない？調査隊と合流してから不明勢力からの襲撃が止まった。え？諦めたんじゃない？人数も増えたし。その程度の警戒心しかないんなら、確かにグリーンエリアで窓拭きでもするべきね。先を急ぐわよ。進捗はどう？あれはここでのプロセスをとても重視している。セクスタンスのように彼らを失望させてはダメよ、ブルースフィア。承知しております。ですが報告によれば状況にやや変化が。そう。任務エリアの外周に戦術人形が4名出現。二手に分かれ現在エリア内へと接近中。戦術人形ならいつものように処理すればいいじゃない。機械兵器を派遣し処理に当たらせましたが、対象の戦闘力は予想以上です。それに。それに？そのうちの1小隊がロレンの調査部隊より派遣された小隊と接触。理由は不明ですが双方は協力関係を結んでいる模様。ロレン政府との不要なトラブルを避けるため追撃を一時中止いたしました。次はどう動くべきかお教え願います。機械兵器を派遣して付近の基地局を一掃しなさい。ここ一帯を無信号エリアにしてから一斉に排除するのよ。かしこまりました。それから
内通者の情報によれば、ロレンの浄化作業部門が目標エリア近辺の路線防衛軍に増援を要請したらしいわ。おそらくあなたの観測した部隊がそれでしょうね。だから急がなくちゃ。ここでのことが気づかれる前に。承知いたしました。パラデウスの引き上げはほぼ完了し、残るは例のものの追跡回収のみ。現在目標エリアへと向かっています。任務は時間通りに遂行されるでしょう。ブルースフィアに任せて正解だったわ。あなたのことつい応援したくなっちゃう。そうね、せっかく頑張ってくれてるんだもの。後で増援を送ってあげる。着いたら連絡が行くはずよ。かしこまりました。あら、感謝してくれないの？数は少ないけど、あなたへの陣中見舞いのつもりなのよ。感謝いたします、コクーン。ブルースフィアは釣れないのね。ダーチュアと違って返事もそっけないし。冗談よ。さあ急いで、上を待たせるわけにはいかないわ。承知いたしました。おい、見苦しいぞ、ローリング。さっさと隠してる缶詰をよこしやがれ。なんだよ、缶詰って。見間違いじゃないのか？ああ、欲しけりゃ後方部隊からもらってこいよ。嘘つけ。出発前に見たぞ。お前のダチが包みを渡してたろ。中は缶詰に決まってる。こっちも手持ちが少ないってのに。文句なら上に言うんだな。手柄に目がくらんで、次から次へと任務を引き受けやがって。装備や配給もままならんうちに出発させられるんだぞ。総長が普段から物資をかき集めてなけりゃどうなってたことやら。だな、列車の警備だけでもしんどいってのに、今度は大陸間列車建設のための環境調査ときた。先に俺たちの装備と補給を正規部隊レベルに引き上げてからだろう。そこはやめだやめだ。どうせ上の命令には逆らえん。こうして腐ってるのがせいぜいだ。おい、お前と一緒にするなよ。何見てる？まだ見るつもりならその目をほじくり出してやる。烏合の衆ね。なんだ、もう一遍言ってみろ。汚職、賭博、恐喝、
任務にも消極的。チンピラと何が違うの？急ぎの任務だとか言いながらキャンプじゃ堂々と休んでるじゃない。ごくつぶしと呼ばないだけ感謝してほしいわ。鉄くずに何がわかるってんだ。いいか、人間はな、不眠不休の無能と違って肝心な時に頭と体が働くよう、休める時に休んでおくもんなんだよ。ま、脳みそに電線しか詰まってねえんじゃ確かに休む必要はないな。尻尾振って命令を待ってりゃいいんだからよ、気楽なもんだ。もう一度言うけど、404は人形が自主的に管理するエリート部隊よ。私たちの行動は私たちが決めるわ。エリートだとよ、笑わせてくれるぜ。そこのチビを見ろ、誰よりも早く寝てやがる。これがエリートってか？起きなさい。今度は何？見回り。おう、その調子だ。ちゃんと見張ってろ、エリート人形ども。協力関係はここまでよ。約束通り404への責任追及は放棄してもらうから。お前らの飼い主に伝えとけ、部下の教育がまるでなってねえってな。はあ、リバとカリーナに迷惑かけちゃったかな。404が表向きに存在しない部隊でよかったよ。じゃなきゃ今頃軍法会議に突き出されてたかもね。リバは404の一員よ、後始末も仕事のうちでしょ。確かにね。でこれからどうするの？ここの住人からネットワークを借りるわ。はいよ、行ってらっしゃい。じゃあ適当な場所探して寝てるね。昨夜はほとんど寝てないし、今朝も早起きしたから。うん、引っ張らないでよ。ネットワークを借りるのに二人もいらないでしょ。お貸ししたいのは山々なんだけど、私たちのネットワークもここ数日つながらなくなってしまって、普段から調子は良くなかったんだけどね。多分最近コーラプスストームがよく起きるせいで基地局が壊れたんだと思うの。あなたたちは外部と連絡を取らないの？それがね、ロレンの調査部隊の方々がいらしてて、任務のために半月前からここに駐屯してるのよ。だから最近は部隊の方の通信設備を使わせていただいてるの。その駐屯地の場所はわかる？駐屯地なら集落の南西よ。あそこのビル群はもともと無人だから、負傷者と感染者の安置にちょうどよかったんでしょう。感染者？エリットの？ええ。ここ1年でエリッドの感染者がまた増えたみたいなの。発症までの時間もかなり短くなってるし、症状もますます強くなってる。
ずっと気のせいだと思っていたんだけどね。ロレンの調査隊の方々を見るまでは、彼らの多くも感染してるのよ。こんな田舎のやぶ医者よりもよっぽどいいお医者様がついてるはずだけどね。お手上げみたいよ。それで仕方なく重症の感染者を置いていったんだと思うわ。ということは最近ここを離れた人がいるのね。ええ、20人くらいだったかしら。それ以来姿は見てないね。賞金ハンターもこの辺の生き袋が増えたって言ってるし、たとえ生きてたところで奴らと同類になってるでしょうね。正規の軍人の手にすら負えないなら、私たちもいつまで持つか。あ、ごめんなさい、子供の世話があるから。わかったわ、ありがとう。ひえ、ここらの闇ブローカーの基地局もろすぎない？本当に全部壊れちゃったの？来るかい、どうする？静的マップで合流地点を確認できるわ。そう遠くない。ここから約 1,2 時間の距離ね。危険すぎるよ。今は静的マップしかないんだよ。またあの機械どもに襲われたら絶対道に迷うって。やっぱりさ、ここは賞金ハンターとか闇ブローカーのキャラバンを待って一緒に帰らない？あんたの思考が諦めるのと同じくらい早ければ、404はもっと強くなれたでしょうに。だったら秒で考えるのを諦めてやる。今は信号がないことだけが問題よ。信号とネットワークへのアクセスキーさえあれば万事解決するわ。だからさっきから言ってるじゃん、どこにも信号なんかないって。あるとすれば、ちょっと待った、もしかして調査隊に泣きつく気なの？無理に決まってるよ。ディミトリーの他にもっと厄介なお偉いさんがいたらどうするのさ。人間にこういうことわざがあるわ。地獄の沙汰も金次第。404は今お金に困ってないしね。この世のウジ虫が増えるだけとかカッコつけてたのどこの誰？わかったよ、行けばいいんでしょ。あれってロレンの輸送車だよね。ここが駐屯地みたいだね。あの人たちに聞いてみようよ。案外上と交渉しなくてもアクセスキーが手に入るかもよ。どうしたのさ、まさか今更後悔したとかじゃ。あれはロレンの車じゃないわ。お、本当だ、ロレンのマークじゃない。いくらイエローエリアが危険でも輸送車1台にこれだけの護衛はやりすぎよ。届く医薬品が多けりゃ救える命も増える。人形にはそんなこともわからねえか。うわ、いつの間に。監視するつもりならもっと目立たずにやるんだな。だがまあ、ここにいる理由は聞いておいてやろう。何が目的だ、話せ。俺を納得させてみろ。あ
んたに用があるの。何？俺に何の用だ？私たちは。お前じゃない、シビに言わせろ。そうだ、お前だ。その やっぱりな。護送なんてのは建前だったわけだ。人形にしちゃ意外と頭が回るじゃねえか。来るかい、これって褒めてるの？変なやつだな。仲間と連絡を取って合流したいだけよ。ネットワークを貸して。俺たちには関係ねえな。とっとと失せろ。費用なら払うわ。でかい口叩きやがって。管理局の関係者だからって値引きできると思うなよ。ここは確かに信号が悪い。軍用チャンネルを使うにしても特殊な受信増幅装置が必要だ。設備およびチャンネルの使用料、メンテ費用、デポジット、設備を貸し出すことで被る損害への保証金、それからいくらなの？うわ、ぼったくりだよこんなの。闇ブローカーの方が向いてるんじゃ。払えるなら払え、出なければ失せろ。いいわ。口座情報を教えなさい。どうせあんたのプライベート口座だと思うけど。言っておくが、これはロレン正規調査部隊の専用チャンネルだ。やり取りの内容には気をつけろ。怪しい奴との連絡が分かれば直ちに使用権限を剥奪するからな。後から文句はなしだ。どんなに怪しかろうが、物資の護送すら外部に頼むしかないあんたたちよりマシよ。お前には分からねえぞ。これはな、民間資源の合理的利用ってやつだ。このご時世、どいつもこいつも物資を必要としてる。のんきにロレンの専属者を待ってたら、患者なんざとっくにあの世だぞ。それにこれは俺たちじゃない、上が決めたことだ。人形は黙ってろ。おい、必要な情報を教えてやれ。はっ。受け取ったわ。入金を確認した。必要なもんが手に入ったんならとっとと失せろ。邪魔だ。予定した集落には着いた？うん、なんとか。順調とは言えないけど、私たちも途中から信号が途切れちゃった。出発する前にデールに受信増幅装置を積んでもらったのに。でも運が良かったの。あれから生き袋や謎の勢力には遭遇しなかったし、日差しや風向き、地形から方向を分析できたおかげで道に迷わずに済んだんだ。集落に着いた後は住民からネットワークを借りたよ。ずっ
へえ、なかなか様になってきたじゃない。お姉ちゃんに褒められちゃった。超嬉しい。クルカイ隊長の訓練のおかげだね。それに比べて未熟な誰かさんはバイクの後ろでギャーギャー騒ぐだけ。朝から晩まで寝てばっかり。今はゆっくり休ませてあげて。ミシティも疲れたんだよ、きっと。こいつ甘やかすとますます図に乗るわよ。アンドリス、ビオカ、今送った座標まですぐに来て。ここの調査隊の様子がおかしいの。あたりの環境変化やパラデウスの行動と何か関係があるかもしれない。私とミシティはこのまま調査を続けるわ。うん、分かった。それとこれについて調べておいて。ん？これはロレンの物資補給車らしいけど、見たことないマークがついている上に武装した護衛が数多くいたわ。このエリアの異変と何か関係があるんだね。今はまだ何とも。でも用心するに越したことはないわ。分かった、調べておくね。通信状況を維持、何かあったらすぐに連絡して。了解。闇ブローカーのネットワークが完全に死んだか。ああ、ジャミングについてはアンドリスから聞いた。それで、どう解決するの？今まで404が汚染エリアで使ってたのは闇ブローカーの提供したネットワークだ。俺の専門は人形整備、基地局の修理じゃない。しかも奴らの建てた基地局は長年ほったらかされたままだ。俺に何ができるってんだ。なんですって？そんな怖い顔で睨むなよ。俺がどうとかよりも、そもそも今回の目的地がレッドエリアに近すぎるんだ。環境が悪ければ往来も少ない、人がいなければ収入もない。闇ブローカーがメンテを怠るのは当然だ。だったら奴らに修理させなさいよ。とっくにそうしてるよ。あいつらの性格はわかるだろう。修理依頼の返事に1ヶ月、修理に取り掛かるまでさらに1ヶ月、料金の上乗せ、それが技術サポートで解決できないか、もう一度交渉してみるよ。先に言っとくけど、いつ復旧できるかは誰にもわからないからな。それまでは調査隊のネットワークでも使っとけ。とにかく、どんな手を使ってでもネットワークを回復させるのよ。いいわね。闇ブローカーが私に会いたいのなら話は別だけど。おお、怖っ。悪いけど用事があるから。それじゃ。隊長、息袋が大量に出現したの。了解。進路はそのまま。位置情報の共有を怠らないで。私たちが到着するまでできるだけ戦闘は避けなさい。了解。了解。私は誰？ここはどこ？てか、
何このシートベルトの締め方。文句言う暇があったら前の池袋を打って。なら先にほどいてよ、これじゃ動けないよ。続けて続けて。別にいいけどさ、一応私もいるんだよ。404小隊、これより殲滅行動開始。対象適正息袋。了解。任せて。はい。置いて。私の企み、じゃなくて姉妹の再会のために練りに練った涙と笑顔と感動の抱擁シーンが。訓練通りに行動せずに自分から池袋の群れに突っ込んだのはそれが理由？違うもん、池袋が怖くてパニックになっちゃったんだもん。でもお姉ちゃんがいてくれて助かっちゃった。お姉ちゃんってば超かっこいい。打ち漏らした息袋がいないかミシティとあたりを見てきて。拠点に戻されたくなかったらさっさと行きなさい。どうなってるの？息袋がこれだけ集まるなんて。無駄な衝突は避けろと言ったはずよね。私たちの目的はパラデウスの調査よ。息袋を駆除しに来たんじゃないわ。ごめんなさい、気をつけてはいたんだけど。息袋の群れがなぜか行く先々に現れるの。まるで私たちと同じ方向を目指してるみたいに。どういうこと？データを見せて。今送るね。ひとまずこの件は置いておくとして、頼んでおいたことは？ちゃんと調べたよ。隊長が見たマークはホワイトエリアに本社を構えるマグニセキュリティっていう PMC のものだね。 PMC？ そう、業務範囲は物資輸送や人員護衛などを含むが、これらに限定されないってホームページには書かれてた。社員はおよそ2000名、グリーンエリアとイエローエリアをまたいで活動してるみたいね。 Z から始まるデータが直近のオーダー記録だけど、権限の問題で確認できるのはこれだけだった。セスト&ファルベングループ、これが主な取引先なの？オーダーの 85% 以上を占めてるわね。私も気になってこのグループに関する情報を集めてみたの。続けて。うん。セシュト&ファルベン、ドイツとフランスによる大手医療科学グループ。一部の業務はロレンのいくつかの部署ともつながってるね。普段の輸送業務は基本的にはマグニセキュリティに任せっきりみたい。今時 PMC なんて珍しくもないし、マグニセキュリティより大きい企業も少なくない。セスト&ファルベンが彼らを選んだ理由は？多分これかな。セスト&ファルベンがマグニセキュリティの筆頭株主なの？
具体的な契約書は見つからなかったけど、過去の資料によればかつてマグニセキュリティと同盟のセキュリティ部門があったみたい。その部門責任者が今のマグニセキュリティの代表ってわけ。マグニセキュリティそのものもグループ専属の嫌いがあるね。子会社化したのね。道理でつながりが深いわけだわ。うん、税務処理の点から組織構造を調整したんだと思う。グリーンエリアやホワイトエリアではよくあることだけど。そうね。さっき言ってたロレンとのつながりというのは？主に薬品の供給と研究開発だね。本当に薬を運んでるだけなの？アンドリス、リバにこの件について確認させて。もうしてあるよ。リバが手にした情報によると、確かにロレン中央政府の派遣した環境調査隊が数日前に特効薬を注文しているみたい。でも管理局の管轄外だから正規部隊じゃなくて PMC を使う理由はわからないって。そう。以上が現時点で収集できる全ての情報だよ。私じゃ初歩的な判断でしか選別できないから、全部の資料をセカンダリレベルに共有しておくね。後でもう一度確認してみて。どうかした？短時間で集めた情報の量も質も以前より格段に上がってるじゃない。ちゃんと段取りを踏むようになったし、少しずつだけど情報への判断力も身についてる。合格ってことにしてあげる。これからも頑張ります。みんなに追いつけたら隊長にも喜んでもらえるかな。調子に乗らないで。はーい。美容か。はいはい、お姉ちゃん呼んだ。あそこの寝ぼすけを叩き起こして、そろそろ行くわよ。オッケー、任せて。ミシティは私が連れて行くわ。あんたは美容家をよろしく。それと民謡のはここじゃ不安定だから、あんたたちも調査隊の軍用チャンネルを使って。わかった。あ、隊長。どうしたの？風速と放射線量が変化してる。多分またコーラプスストームが来るよ。わかったわ。寄り道せずに集落に戻るわよ。規模は当該ブージャムの登録番号および名称は3級レベルの力袋が30体以上。ブージャムの方は番号の名前は分かるが少なくとも4級以上だ。了解。
リオン第一小隊全隊員に次ぐ。これより戦闘態勢に入る。セカンダリレベルでの通信を維持せよ。現在の進路を保ったまま加速。私とミスティは1分後に目標と接触する予定。アンドリスとビオーカは後方から援護。了解。オッケー。前線を優勢するよう味方に指示して、半径50メートル以内の包囲網の中に奴を押しとどめるのよ。生き袋は私が対処するわ。包囲網に近づく者以外は無視して、それからあんたたちの内部通信のアクセスキーを渡しなさい。好き勝手要求しやがって。その頭は飾りか。あいつの頑丈さを見ただろ。こっちの武器は通用しねえんだぞ。通用しないなら黙ってなさい。404には奴に重傷を与える術がある。あんたたちは指示に従えばいい。総員に次ぐ。俺の3時方向110メートルに半径50メートルの包囲網を張ってウージャムを誘い込め。ダコは無視しろ。繰り返す。
俺の立ち方向110メートルに半径50メートルの包囲網だ。ブージャムを牽制しろ。さっさと仕上がれ。アクセスキーだ。しくじるな。404招待に二言はないわ。続けて。用意。それがしが守る。逃がしません。星々よ。今だ。終わりだ。35秒よ。持ちこたえて。負傷者は駐屯地で治療を受けてこい。他は戦場を清掃、死傷者を統計しろ。修理可能な機械も回収しておけ。それとマグニの責任者を呼んでこい。何が PMC だ、何がマグニセキュリティだ。
くその役にも立たねえ。惜しかったね。もうちょっとだったのに。人間たちがヘマしなければ今頃あのブージャムも死んでたでしょ。来るかい隊長。あんたのせいじゃないわ。うん、でもやっぱり悔しい。あのブージャムもう襲ってこないといいけど。アンドリスのあれすごい威力だったね。デールのやつ結構バイオレンスなのかも。ミシティ、ビオカ、あんたたちは先に集落に戻って待機。アンドリス、さっきの爆発の原因を調べて。あっちの様子を見てくるわ。おい、嘘だろ。いや、間違いないだろ。さっき総長にも伝えたからもうじき来るはずだ。ドックタグ？どけ！どいつもこいつも何ジロジロ見てやがる。さっさと仕事に戻れ。なんだ、暇そうだな。ローレンのタグね。文字は見えなかったけど、もしかして路線防衛軍のあのブージャム、あんたの仲間を食べたの？さあな。だとしてもお前には関係ねえ。だが、第七環境調査隊と集落を代表して協力に感謝する。ハイド404。いいのよ。統計結果を報告します。存亡率 32% です。マグニセキュリティの聞き取りも終わりました。爆発した車両は以前の戦闘でタンクを損傷し、修理が間に合わなかったためにああなったそうです。分かった。順位につないでくれ。了解。こちらはロクサット主義合衆国連盟所属、第七環境調査隊3762小隊ディミトリー総長です。これより定期報告を行います。うん、どうだ、順調か。3日の行軍を経て集落にいる先遣部隊の医療チームと合流しました。行軍中に行った環境調査の結果は後ほどメールにて報告いたします。サンプルも任務終了時に持ち帰る予定です。よろしい。この調子で任務を続行したまえ。順位、今回の調査任務を一時中断した上で増援を派遣願います。任務は増援部隊の到着後に再開すべきと判断します。その理由は？我々は集落で少なくとも4級以上のブージャムに遭遇しました。名称および番号は識別できず、その体の一部からMIA とされていた兵士のタグが見つかっています。ドックタグが見つかったということは、彼らはもうすでに戦死したものと思われます。上層部に報告し増援を要請しよう。だが任務は続けてもらいたい。今の我々では4級のブージャムには対抗できません。今回だって10人以上が死んだんですよ。残った者だけでは任務など遂行できません。これじゃいたずらに兵を死なせるだけだ。
申し訳ありません。つまりそのより強力な増援がなければ任務は遂行できません。でなければ無駄に被害を被るだけです。君の心中は察するよ、ディミトリー総長。だが大陸間列車の敷設を遅らせるわけにはいかない。ルートが変更されて以来、新たなプランの制定が急務となっている。君たちが集めたデータ、調査した土地、建設した基地局の一つ一つが計画全体へ重大な影響を及ぼすのだ。任務を続行してくれ。そうした方が増援が到着した後もやりやすいだろう。私も可及的速やかに増援を手配する。はっ、順位。次の報告も期待しているよ。怖けりゃ言え。何も恥じることもない。恐怖を感じない奴は人間じゃねえ、機械だ。総長、あれはブージャムですよ。我々は超小列車でもブージャムに遭遇してます。兵隊駐屯軍の支援がなかったら列車はブージャムに粉々にされてたはずです。分かってる。水事兵に伝えろ、今夜はご馳走だとな。死んだ奴らの遺族への保証は俺が申請しておく。はい。さあ持ち場に戻れ。総長はどうします？俺は後だ。見落としがないか確認しておくさ。最悪の気分だぜ。異常なエリート少将、不明勢力による襲撃、未登録のブージャム。賑やかな任務になったじゃない。くだらない冗談はやめて。ああ、あんたの表情が硬いからちょっとからかっただけなのに。メンタル管理とムード作りに関してはアンドリスたちを見習わないとね。来るかい隊長。あれは管理じゃなくて怠慢よ。任務に進展がないっていうのに揃いも揃ってのんきなこと。疑問点はいくつか見つかったじゃない。ペースが遅すぎるのよ。パラデウスにつながりそうなものはないし、振り出しに戻ったも同然だわ。そう悲観的にならないで。耳寄りな情報を集めてきたんだから。え？アンドリスに頼んで私に調べ物をさせたのを覚えてる？ちゃんと調べてきたわよ。全ては大陸間列車から始まったの。そうみたいね。調査隊の兵士からそれらしい話を聞いたわ。
3年前には敷設ルートも決まっていた。ところが工事が始まったのは1年前。まあイエローエリアの環境は変わりやすいからね。当時の調査技術も今ほど発達してなかったし、結局情報不足で竣工には至らなかった。見落としがあったの？そう、事故のあった線路は土地の劣化が進んでいて、ある日突然地面が陥没したの。せっかく敷いた線路もそのせいで粉々。ところが大陸間列車の敷設を重視するロレンの方針もあって、当時の責任者はヘリに事故のことを隠した。ふん、無意味なことを。そうなのよね。結局1ヶ月ほど前にこの事故が暴露されたの。責任者の大半が更迭されたらしいわ。それで？新しい責任者はプレッシャーに追われ、徹夜続きでいくつものプランを制定。さらに線区ごとに調査チームを派遣。でも環境調査隊はスケジュールがいっぱいで、短期間にこれだけの任務はとても処理できない。そこで敷設予定地付近の軍人が一時的に調査隊へ編入されることになったってわけ。あんたたちが出会った部隊もその口でしょうね。そうね。でもパラデウスと何の関係が？おやおや、相変わらず頭が固いのね、クルカイは。あんたこそまともに話もできないの？知ってるわよね。最近ここの調査隊から異常感染者と行方不明者が出てるってこと。エリア内の放射線量も異常に高くなっているわ。当たり前でしょ。でもパラデウスとは関係ないじゃない。調査隊員の失踪はあの正体不明のブージャムが元凶でしょうね。もしパラデウスがレッドエリアとイエローエリアで放射線を使った怪しい実験をしてるって言ったら、それでも偶然だって言い切れる？私の考えなんてどうでもいいわ。あんたの方こそ結局推測の域を出ないじゃない。そりゃそうよ。実際に現地で調査してるのはクルカイだもんね。できればもっとペースを上げてほしいんだけど。あんたね、全く使えない情報とゴミみたいなネットワークを提供したのが誰なのか忘れたとは言わせないわよ。あら、珍しく八つ当たりしないのね。バカバカしい。アクシデントの連続で武器と物資が予想以上に消耗してるわ。この環境と不明勢力の脅威がある限り、どんなリスクに直面するか分かったもんじゃない。こんな任務続ける必要ある？あるでしょうね。パラデウスは神出鬼没よ。どんな手がかりだろうと見逃せないわ。だからって私たちが危険を犯す理由にはならない。そう言うだろうと思って特別に増援を2組派遣しておいたから。ちなみにクルカイもよく知ってる人たちよ。知ってる人たち？まさかあの調査隊じゃないわよね？ビンゴー、リバー。やはりここは私が。お久しぶりです、クルカイさん。ええ、今回はいい加減な環境データを提供してしまい申し訳ありません。大きな損害はなかったし、もういいわよ。でも調査隊と手を組むなんて賢明とは言い難いわね。少なくとも信用はできます。こちらにある情報からもその点は心配ないかと。なぜそう思うの？調査隊と合流してから不明勢力からの襲撃が止んだのよ。はい、その勢力に関してはある程度目星がついています。情報によれば近頃パラデウスに協力する武装勢力が現れたとのこと。調査隊員が失踪した原因もおそらく見かけほど単純ではありません。パラデウスが新しい協力者を見つけた。そうなります。あなた方に
この協力関係を洗い出してほしいのです。できることなら確証をつかんでいただきたい。調査隊は我々より先にこの地に着目しています。払ってきた犠牲も少なくありません。ここを大陸間列車が通るようになればロレン政府もより多くの人員を派遣することになるでしょう。私たちの知らない情報を掴んでいる可能性も十分あります。安全面や情報収集の角度から見ても調査隊との協力は現状における最適解だと言えます。だからって調査隊が協力を受け入れるかしらね。404を信用してるとは到底思えないけど。ええ、実はちょうど調査隊が増援を要請していたのでちょっとした手を使ってみたんです。正規部隊が到着するまでの間、404が調査隊を援護できるように関連書類はすでに双方にメールで送られているはずです。さすが手が早いわね。あなた方をサポートするのが私の役目ですから。カリーナ、リバみたいなやつとは距離を置いた方がいいわよ。それと特別な事情がない限りパラデウスの件についてはくれぐれも内密に。分かってる。でリバの言ってたもう一組の増援は誰なの？合流する時間と場所は？それは。おい、ウルカイトが言う人形出てこい。あっちも通知を受け取ったようね。増援については会ってからのお楽しみってことで。人形が寝ないからってここでわめいていいとは言ってないわ。んなことはどうでもいい。どうなってやがる。なんでお前らが部隊に加わることになってんだ。非軍事勢力管理局はロレンに隷属してる。人員を融通し合うのは当然でしょ。同じアルバイトのくせして知らなかったの？メールは見たのか？お前ら4人と俺たち調査隊は雇用関係にある。雇用主はこっちだ。言いたいことはわかるな？つまり今後はこっちの命令に従ってもらうぞ。面倒を起こすな。口答えは許さん。わかったな？契約には従うわ。面倒事に関しては私たちよりも自分たちを心配したら。ふん。朝6時に出発する。遅れるな。味方が目標を発見したようです。おめでとう。やっと見つけたわね。目標の移動速度は予想の 40% 以上です。さらに移動ルートの計算に誤差が発生。回収までさらに時間を要します。じゃあ急がないと。そういえば私が送った増援結構使えるでしょ。あ、マグニセキュリティのことね。それでターゲットは始末できた？コネを駆使して手に入れた輸送の依頼なのよ。失敗してたら嫌だわ。まだです。ロレンの環境調査隊と4名の戦術人形がいたため回収は困難。あの場は逃がすほかありませんでした。すでに追手を手配しています。必ずやブージャムを殲滅し例のものを回収してご覧に入れましょう。魔王士ね。
収した後は全員始末しておくのよ。私の可愛い戦場掃討部隊隊長。かしこまりました。基地局の破壊は順調に進んでいます。ほどなくして敵は一切の連絡手段を失うでしょう。彼らの装備に特筆すべきところはありません。マグニセキュリティの武装部隊でもたやすく排除できます。用心するに越したことはないわ。今の事態だって油断したせいでこうなったんでしょ。人間は面白い生き物よ。追い込めば追い込むほど彼らは強くなる。肝心なところで喉を噛み砕かれないよう気をつけなさい。承知いたしました。用心してまいります。それじゃ切るわね。ああ早く次の子に連絡しないと。ダーチュアもブルースフィアみたいにしっかりしてたらいいのに。